貨物はパレットに積み込む後にコンテナへ積載するとき、スペースを最大限に活用するために、高いと低いパレットを生成する方法。貨物はパレットに積み込む後にコンテナへ積載するとき、コンテナのスペースを最大限に活用するために、積載用高いと低いパレットを組み合わせ生成できます。ソフトウェアでどのように定義しますか？以下に例を挙げて説明します。積載要件1、貨物の高さ方向が地面に対して垂直配置のみできます。2、商品が 40GP に再ロードされる方法を計算し、アジアの一般的なフラットパレット1100-1100を使用します。3、貨物は上下2段のパレットに分割する必要があり、パレットの高さは制限されていません。スペースを最大限に活用するために、貨物は高いと低いパレットに分割して積載することができます。現在の積載要件に応じて、2段階積載、タスクタイプを選択し、クリックして入ります。基本情報入力画面に入ります。基本情報は、オプション入力項目です。ユーザーは、実際の作業要件に応じて、PO 番号、運送場番号、または目的地の港などの情報を入力できます。将来は参照しやすいです。ステップ1、左側の貨物をクリックして、貨物画面に入ります。貨物の種類が多いため、Excel を使用して一括インポートします。1、まず、インポートテンプレートを取得するには、貨物新規登録、貨物テンプレート取得をクリックして、デスクトップに保存します。2、インポートテンプレートを入力します。顔文字、スマイル、1、まず、貨物の名前、数量、長さ、幅、高さをコピーします。これは必須項目です。オーダー番号は備考欄に記入できます。重量は単一貨物の総重量です。2、その後、貨物の配置方法を定義し、このケースでは段ボールの開口を上向きにして配置する必要があるため、つまり、縦置きと縦置き水平回転しかできないので、他の配置方法の許可欄に0と記入し、例は許可されていないことを示し、1または空は許可されていることを示している。最後に、積載属性を定義します。貨物をパレットに積んでからコンテナに積載する必要があるため、貨物の梱包方式はすべて1に設定されます。例または未記入の場合、貨物は直接コンテナに積むことができます。1は貨物がパレットボックスを自由に使用することを示し、2は貨物が指定した容器を利用することを示します。このケースは、他の積載要件はないため、テンプレート内の他のパラメータを設定する必要はありません。デフォルト値に従ってください。実際の作業で他の要件があり、関連パラメータの設定が必要な場合は、テンプレートの入力が完了したら、保存して閉じます。3ソフトウェアの貨物画面に戻り、貨物新規登録の元にある、Excel 表からインポートをクリックし、ポップアップ画面に記入済みのテンプレートを見つけ、クリックして開くと、貨物データがすべてソフトウェアにインポートされます。ステップ2、左側のコンテナをクリックして、コンテナインターフェースに入ります。商品のバッジを計算するために、いくつかの 40GP を使用する必要があるため、40GP を追加するだけです。どのキャビネットタイプを使用するかわからない場合は、一般的に使用されるキャビネットタイプを追加できます。ソフトウェアが自動的に選択できるように。データベースから追加をクリックし、ポップアップボックスで 40GP をチェックし、追加をクリックします。注意、このケースはパレットによる積載です。フォークリフト作業を容易にするために、高さを 10cm に設定する必要があります。そのため、コンテナの各部分の 10cm も除外されるので、コーナーキャスティングは設定する必要はありません。ステップ3、左側の中間容器をクリックしてトレイを追加します。アジア共通フラットトレイ1100-1100を設置するので、追加すればいいです。コンテナを追加をクリックします。フラットパレット、そして、パレットの最大配置高さを定義します。ユーザーは商品を上下2段のパレットにする必要があるため、パレットの高さは限定されないので、パレットの最大配置高さをコンテナの高さの半分以上の数値に設定できます。数値を調整して、それぞれの積載効果を見て、適切な積載計画を選択します。このケースは 150cm に設定されています。ステップ4、積載ルールをクリックして、パレットをコンテナに積載する際のルールを定義します。ユーザーの要求により、スペースを十分に活用するため、貨物を工程パレットに積載できるようにするため、中間梱包生成方式を、コンテナの高さによりパレットの高さを動的に制御するに設定します。ステップ5、左側の中間梱包積載ルールをクリックして、貨物をパレットに積載する際のルールを定義します。このケースでは、パレット積載に関して他の相殺要件がないため、デフォルトの設定のままで変更は不要です。積載結果をクリックして、積載計画を取得します。左側の容器リストで、この貨物は1100-1100のパレットを40枚使用し、最終的に1個の 40GP にすべて積載したことがわかります。
それぞれの容器名をクリックすると、各容器の 3D 積載効果図が表示され、図の右側には現在の容器の貨物統計、積載ステップ、およびバランス分析が表示されます。立体図から貨物が工程パレットに積載されており、ユーザーの要求を完全に満たしていることが確認できます。スキームの審査完了したら、スキームを共有と携帯電話を使用して現場の積載を指示できます。積載レポートをダウンロードして、パッキングリストと税関申告書を作成することもできます。詳細方法と手順については、ドキュメントの関連する紹介を参照してください。今回の紹介ビデオはここに来ました。ご覧いただきありがとうございました。